どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、残念なお知らせがやってきてしまいました。こちらのね、aupay なんですけども、まあ、こちらね、aupay プリペイドカードなんですけども、今回ですね、この aupay、aupay プリペイドのですね、クレジットカードによる aupay 残高へのチャージがですね、上限が設定されてしまいましたということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、公式サイトがですね、2023年3月1日にこういった形で更新がされまして、2023年4月1日より、クレジットカードによる aupay 残高への上限額を以下の通り変更いたしますということで、対象はクレジットカードからのチャージで、aupay カードっていう aupay のクレジットカードありますよね。こちらに関しては、今まで通り、利用することができるんですけども、それ以外のクレジットカードがですね、月5万円までっていう風になりまして、1回5万円、まあ月でですね、5万円までしかチャージすることがね、できなくなるっていった形になるんですよね。で、これがですね、2023年の4月1日の0時以降からですね、こちら適用になってしまうっていう風になりますんで、まあ今までみたいにですね、利用することができるのは、まあ今月いっぱいで終了っていった形になるんですよね。いやね、非常に残念なね、お知らせが来てしまったわけなんですけども、もしね、今後利用されるね、予定がある方は、2023年の3月31日までにですね、マックスでね、チャージしておくのがね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。はい、ちょっとね、残念ですよね。このね、まあこれね、aupay プリペイドなんですけども、コード決済の aupay と、この aupay プリペイドっていうのは、残高がね、共有されておりまして、aupay にね、チャージしますよね。その金額がこのね、aupay プリペイドでも、まあ同じようにね、残高共通で利用することができて、まあ aupay はコード決済ですけども、まあこちらはね、プリペっていう風になっておりますんで、まあクレジットカードのようにね、こちらは利用することができるっていう風になっておりまして、非常にね、重宝していたんですよね。で、今回のね、改定で、まあ影響が出てくる方はですね、aupay で税金とか公共料金のね、支払いをされてた方はね、かなりね、影響あるかな、なんていうふうに思いますのと、aupay はですね、アメックスからのクレジットカードでね、チャージすることができるっていうふうになりますんで、こういったね、マリオットボム、こちらプレミアムカードですけども、まあ、こういったカードの決済修行とかですね、また入会キャンペーンでね、アメックスからこの、aupay のね、チャージっていうのは利用することができますので、アメックスの決済仕様なんかでも、この aupay ね、ちょっとポイントはね、半額になってしまうんですけども、まあ利用されてた方ね、いらっしゃったと思いますし、またね、先日こちらの動画でね、解説させていただきました、アメックス経由で投資信託をね、購入しゅ、するっていうね、こちらもですね、まあ一人でね、利用する分にはね、影響ないんですけども、こういった方もですね、影響が出てくるっていった形になるんですよね。まあ税金とかね、公共料金の支払いに関してはですね、まあ5万円までね、今後も利用することができるっていう風になりますんで、まあそれ以上ね、まあ分けてね、納付できるね、税金であればですね、月を分ければね、利用することができるんですけども、まあ今後はね、一月5万円までしかですね、このアメックスとかがね、チャージすることができなくなるっていう風になりますんで、まあこの点はね、注意していただければな、なんていう風に思います。またね、このアメックスのね、決済収容、このマリオットボムプレミアムカードとかだと、150万で無料宿泊特典400万円で、マリオットプラチナステータス、またね、ヒルトンアメックスとかだと、年間200万円で、プレミアムカードの場合は、200万決済していただければ、ヒルトンのね、ダイヤモンド、もらえたりですね、またね、300万円決済していただければ、無料宿泊特典がね、もう一泊もらえたりとね、まあ、結構ね、決済仕様でね、利用されてた方は、まあ、今後はですね、私のね、動画でも結構紹介させていただいている、まあ、物理カードが欲しい方はね、こちらですね。B4 さんですね。こちらも、ちょっと私のやつはね、シール貼られ、子供にシール貼られちゃってるんですけども、まあ、物理カードが欲しい方はこちらですね。まあ、こちらは、アメックスからね、チャージすることができまして、またね、ポイントも満額が取れて、物理カードもですね、無料で発行することができますんで、まあ、こちらの B4 さん、もしくは、こちらですね、イデアですね。こちらは、まあ、物理カードこちら有料になっちゃうんで、まあ、こちらを、
バーチャルカードみたいな感じで、アプリ上だけでもね、利用することができますんで、このイデアから、レボリュートにね、チャージしていただく。まあ、そういった感じでね、利用していただければ、まあ、そちらもね、いいのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、アメックスカードね、今後、これ、レボリュートですね。はい、今後ね、アメックスのね、決済事業を利用されたい方は、このイデア、もしくは、ビヨンさんね、利用していただければな、なんていうふうに思います。今のところね、こちら両方ともね、アメックスからチャージでポイント取れるっていうふうになっておりますんで、まあどちらもね、おすすめっていった形になります。で、先ほどもね、言いました通り、先日ね、紹介させていただいた、こちらですね、アメックス経由で楽天キャッシュを購入して、投資信託積み立てをね、楽天キャッシュで行う方法で、まあお得にね、アメックスのね、決済事業をしていきましょうっていう話だったんですけども、まあこちらはですね、一人で利用する分に関しては、まあ、5万円までっていう風になりますんで、今後もね、普通にそのまま利用することができるんですけども、私みたいにですね、夫婦でやっていこうって思ってる方はですね、一月ね、5万円までしかチャージすることができないっていう風になりますんで、アカウントをね、分けていただくか、まあ、もう一人の方はですね、こちらのね、au pay prepaid にこの表だとね、チャージしてると思うんですけども、まあ、実はっていうわけじゃないんですけども、Apple Pay でね、ワオもナナコも、Amex から Apple Pay でチャージすることはできるんですよね。まあ、au pay prepaid がなくても、まあ、できることはできるんですけども、ポイントはもらえなくなってしまうんですよね。ですので、まあ、こちらお好みになるわけなんですけども、まあ、アカウントを分けて、利用していただくか、まあ、もしくはですね、Apple Pay で、まあ、直接ね、ワオをナナコにね、チャージして、利用していただくっていう感じになりますかね。まあ今まではですね、この購入自体はですね、一つのね、au pay のね、アカウントがあればですね、購入することまではね、できましたので、この方がね、楽で良かったんですけども、まあ残念ながらですね、一月5万円までっていう風になりますんで、まあ、今後はね、お好みはなりますけども、どちらかでね、利用していただくっていった形になりますかね。ということで今回ですね、au pay がクレジットカードによるチャージ上限ね、変更のお知らせということで、公式サイトがね、発表がありましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ正直ね、残念ではあるんですけども、まあ今までですね、制限なくね、利用することができてた方がですね、まあありがたかったのかなっていうところですよね。このね、au pay のね、チャージに関してはですね、まあチャージしてね、まあポイントがもらえるのもそうですけども、まあ利用してもですね、0.5% 還元ね、取れるっていう風になっておりますので、まあ今までね、アメックスからもね、好きなだけチャージ、まあ一応25万円っていう設定はありましたけども、かなりね、幅広く利用することができていたので、まあ今までがね、ありがたい対応だったのかもしれないですね。まあ今までですね、税金等々ね、利用されてた方は、ちょっとね、毎年私まとめ動画出させていただいてるんですけども、まあ au pay がね、こういった形になってしまったので、2023年以降のね、税金の払い方もね、まただいぶ変わってくるっていう感じになりますよね。はい。ということで、ちょっと残念なお知らせだったんですけども、こういったね、発表になりましたので、切り替わるのは2023年の4月1日からっていう風になりますんで、もしね、利用検討されている方は、今月中にね、マックスまでね、チャージしておくのがね、いいのかな、なんていう風に思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.